はい、こんにちは、課長飛鳥です。今回もプロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクをやっていこうと思います。まあ、今回はですね、今回も新しい曲が追加されましたので、ちょっとそちらの方をねやらせていただこうかなと思います。こちらですね、ギターチョコデコレーション、今回はなんとですね 3DMV 付きでということですね。まあ、3DMV は何かっていうと、キャラクターが踊ります。はい、そういうことですまあ何を言ってるかちょっとわからないという方はね、ぜひ動画見ていただいて、せっかくだからオリジナルでちょっといこうかな。今回ボーカルの方はですね、ニーゴこと25時ナイトコードでのメンバーと初音ミクですね。一応ね、アナゾーボーカルっていうので、一人だけで歌ってるバージョンもあるんですけど、今回はね、これでちょっと進めていきます。ちなみにこれはね、今走ってるイベントのメンバーです。よろしくお願いします。実はね、ちょっと YouTube の方で MV は見たんでね、私はちょっと知ってるんですけど、もう感動しますよ、MV は。エクストラはレベル25でそこまで難しそうではなさそうだが、でもいけるわこれいけるわって、もうそれは過信なんですけど、じゃあもうフルコンボで狙っていこうか。ただこれね、言い訳ですけど、キャプチャーボードで撮ってるから、ちょっと遅延が、これ画面の方にあるからちょっと怖い。いや、歌詞聞いてびっくりしましたよこれ真冬ちゃんにめっちゃ合うこれね自分を偽っていきうみたいな、失敗したということでね、はい、フルコンはちょっと難しいです感じでしたね。でもね、曲自体はね、そこまでやっぱりエクストラは難しくはなさそうな感じ。リズム感はね、ちゃんと掴んでたらいけるかな。空気がね、本当独特なんですよ。ニーゴにめっちゃ合ってる。クリアした。いや、腕痛いわ。ちょっと持ってやってたから。いや、私親指勢なんでね、持つ方が楽かなと思ったんですけど、完璧だったな。ダメでしたね。悔しい。この気持ちいいな。いいね。こうやってね、長押しと普通のポンって叩くのが続いてるの、私。あんまりやりすぎるとね、ちょっと発狂するんですけど。いや、これね、また原曲も最高なんで、また機会のある方は見てほしいですね。私は名前だけね、この曲知ってたんですよ、また。前回とまた重なるんですけど、いや本当にね、ゾクッとする曲聴いてて、ね、はい、ということで、実はね、一回ちょっとやり直してきてフルコントロールと思ったんですけど、人差し指はちょっと難しかった。本当ありがとう。ランクも上がってありがとうございます。はい、マスターがね解放されて、じゃあちょっと早速やっていこうかな。かき氷。
あ、もう31? 31? ここバカおっしゃい。31はね、これより上なんですけどいやいや、おかしいおかしいおかしい、本当に言ってる。せっかくだから、いやー、やるか。これでもあれ以上でしょ、あれ以上来たら本当に どうなるんだ。どうもならないけどねやるか。あ、まだ、まあここはね、まあ前奏だから。むしろここ、またんかい、またんかい。今のノーツの数おかしくなかった、いきなり挨拶だったな。やばい、喋れない。あ、好きだって言ったのに、あれもマジで全言撤回せざるを得ないな、これ。え、怖い怖い、これ何が来るの。いや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 、やばいよこれまあ、サビもまともにいけないんだが、ちょっとだけもうちょっと先見たいな。今ね、ほら3万個あるんで全然ねまあ6回ぐらいだったらしていいかな、コンティニューねえ、これどうなのこれえ、何このやけくそみたいに置いてるノーツ。え、わかんないんだけど、なんで。よく今の死ななかったな私いや、わかった、これ、私には無理だ。いただきします。いやなんでしょうね、ノーツ多分ね、ノーツ作るときにレベル31ぐらいにしてって言われて、あ、レベル 31? できるかよって言ってノーツをやけくそに置いたみたいな感じの譜面だと思う。あれはちょっとあれは無理ということでね、はい、ここでね、我らが妹のね、譜面をちょっと見ていきましょうか。妹はね、この曲初見だったのみたいで、やっぱり、ね、難しいって言ってました。さあ、難しいって言ってたけど実力のほどはどうなんでしょうか。ではどうぞ。ビターチョコレーション、時に孤独な愛は君を呼ぶ。ビターチョコ
はい、というわけでいかがだったでしょうか。妹はね、さすが強強ということでクリアしてましたね。はい、いや、あの譜面クリアできるってなかなかできないですけどね、すごくないですか。はい、そんな感じでご視聴の方ありがとうございました。はい、この動画よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。かちあすかでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。